どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、2021年のマリオットボンボイホテルステータスについてとポイント宿泊キャンペーンがね来ておりますので、こちらの解説ねやっていきたいというふうに思います。2021年の1月12日にねこちら発表になったわけなんですけども、かなりすごいことになっておりますので、ぜひね最後までご覧いただければなというふうに思います。まずですね、2021年のマリオットボンボイホテルステータスに関してなんですけども、こちらまだですね日本のマリオットボンボイのねサイトには記載がないんですけども、マリオットボンボイのね海外のサイトにはですねもう記載があるというふうになりますので、今後ね日本のサイトでも発表されるのではないのかなというふうに思います。でですね、英語サイトにはなるわけなんですけども、今回の発表ね詳しく知りたいという方はですね概要欄に載せておきますので、そちらね見ていただければなというふうに思います。まず今回の発表ではですね、宿泊実績2倍とポイント獲得2倍キャンペーンの開始とですね、2020年の獲得ステータスに応じてですね2021年にエクストラエリートナイトクレジット付与ということで、こちら宿泊実績がもらえるっていった形になっております。またねアンバサダーエリートの条件緩和というふうになっておりまして、アンバサダーエリートのですね、獲得条件がですね少しねハードルが下がるっていった形になっております。これとは別にですねマリオットボンボイホテルのポイント宿泊キャンペーンもですね同時に行われるっていった形になっております。まずですね、宿泊実績2倍獲得ポイント2倍のねキャンペーンについてなんですけども、こちら期間が2021年の2月の16日から2021年の4月の27日までっていうふうになっております。こちらねエントリー必須というふうになっておりまして、こちらのエントリー自体もですねプロモーションとしてですね公式サイト掲載されると思いますので、今後ねエントリーができるといった形になっております。条件がですね2泊以上の宿泊という風になっておりまして、2泊以上宿泊するとこちら対象という風になるわけなんですけども、こちらの2泊以上っていうのはですね1泊は優勝、1泊はポイントみたいなねそんな感じでも OK なんですけども、少なくとも1泊は優勝のね利用が必要っていった形になっております。またね2倍のポイントの獲得の上限はなしっていう風になっておりまして、こちら無制限でね獲得できるっていった形になっております。でですね、このポイント2倍の2倍になるポイントなんですけども、こちらベースポイントのみという風になっておりまして、こちらねちょっと後でね解説したいなっていう風に思っております。でですね、こちらのキャンペーンの対象の予約についてはマリオットボンボイの公式サイトのみという風になっておりますので、マリオットボンボイね、ホームページもしくはスマートフォンアプリからね予約するのが対象といった形になっております。かなりね激アツなキャンペーンではないのかなというふうに思っております。宿泊実績も2倍になりますし、ポイントも2倍になるっていうキャンペーンなんですよね。でですね、期間はですね2021年の2月の16日からっていうふうになっておりますんで、今はですねちょっとこんな世の中なんで緊急事態宣言もね出ておりますんで、まああとねちょうど1ヶ月ぐらいね先から始まるわけなんですけども、まあそれまでにですねホテルね宿泊できるようなね環境になってればいいなっていう感じですよね。またね今回のキャンペーンでもらえるポイントについてなんですけども、ベースポイントのみがですね2倍になるっていう風になりますんで、この点をね注意していただきたいなっていう風に思います。このベースポイントっていうのはですね、宿泊料金に対して1ドルね10ポイントでね換算して付与されるわけなんですけども、宿泊料金という風になっておりまして、サービス料とか税金とかですね計算外っていった形になりますんで、純粋なね宿泊料金に対して1ドルね10ポイントで算出されるっていった形になりますんで、仮にですね宿泊料金が3万円でその時の為替レートがね110ドルだった場合ですね、272ドルっていった形になるんですよね。ですんで1ドルね10ポイントという風になりますんで、ここでもらえるねポイントは272ドルに対して10ポイントといった形になりますんで、2720ポイントがね付与されるっていった形になります。これが2倍になるっていう感じになりますんで、3万円の宿泊料金で1ドル110円だった場合ですね、5440ポイントがね付与されるっていった形になります。全てのポイントがね2倍になるっていった形ではありませんので、こちらね間違えて
ているとですねポイント少ないなって思うと思うので、この点はね覚えておいていただきたいなっていうふうに思います。またですね SPG アメックスをね保有されていたりするとですね、ウェルカムギフトとしてポイントがもらえたりですね、またねステータスに応じてですねポイントがもらえたりしますけども、こちらのポイントに関しては2倍になったりしないっていった形になっております。またですね今回のキャンペーンはですね2泊以上がね対象といった形になっておりますんで、この点もね注意していただきたいなっていうふうに思います。1泊2日でね利用した場合はですねポイントも宿泊実績もですね2倍にならないといった形になっております。それでは次にですね2020年のステータスに応じてですねエクストラエリートナイトクレジットの付与についてですね、こちらはまあ簡単に言うとですね2020年のステータスに応じてですね2021年に宿泊実績をね自動で付与しますっていう感じですね。こちら2020年にもですねあった対応なわけなんですけども、2020年のステータスがですねシルバーステータスであれば2021年は5日間のね宿泊実績が付与されるっていった形になっておりまして、ゴールドであれば13泊、プラチナであれば25泊、チタンであれば38泊、アンバサダーであれば50泊の宿泊実績がですね自動で付与されるっていう内容になっております。もちろんですねこちらに関しては2020年のねステータスに応じてというふうになりますんで、2020年ですねステータスを付与されてない方はですね対象外というふうになっております。今回のこの対応はですね2021年に関してはですねステータス維持がねかなりね下がるのではないのかなというふうに思っております。私はですねプラチナステータスというふうになっておりますんで、何もしなくてもですね25泊ねもらえるっていった形になりますし、また私はね SPG アメックスね保有しているっていうふうになりますんで、クレジットカードね更新するだけで5泊のね宿泊実績がもらえるっていった形になりますんで、合計すると30泊のね宿泊実績がもらえるっていった感じになるんですよね。ということなんで、もしねプラチナステータスをまたね維持したいと思えばですね、本来ね50泊は必要ですよね。ですけども残りね20泊でプラチナステータスね維持できるっていった形になるんですよね。でですね先ほど紹介したキャンペーンありますよね、宿泊実績が2倍になるキャンペーンがありますので、2021年に関しては10泊すればですねプラチナステータスね維持することができるっていった感じになるんですよね。いやかなりねすごいですよね。それでは次にですねアンバサダーエリートの獲得条件の緩和についてですね、こちらはですね一般的な方だと、そこまでね対象になる方ね多くないかなというふうに思うわけなんですけども、アンバサダーね狙っている方であればですねかなりのね朗報かなというふうに思っております。本来ですねアンバサダーになるにはですね年間100泊プラス2万ドルのね利用が必要っていう風になっているわけなんですけども、今回の発表でですね100泊プラス1万4000ドルでね獲得できるっていう対応になっております。アンバサダーステータスはですねアンバサダーサービスっていうね専用コンシェルジュみたいなねサービスがあるわけなんですけども、またね Your24 っていうね特典、こちらはチェックインが5時だったらですねチェックアウトが5時ということで24時間ね滞在できるっていうねすごい特典があるわけなんですけども、今回ね条件が緩和になったわけなんですけども、それでもですね1ドル100円だったとしてもマリオットボンボイホテルですね140万円のね決済が必要っていう風になりますんで、一般的な方からするとですねちょっと縁遠い話かなというふうに思っております。今回のね対応でアンバサダーエリートですね狙われている方はですね条件緩和がされたっていった内容になっております。それでは次にですねマリオットボンボイホテルポイント宿泊キャンペーンということで、こちらの動画は2021年の1月12日にね撮影させていただいているわけなんですけども、マリオットボンボイホテルではですねポイント宿泊の必要ポイントがですねオフピークより低いポイントでね宿泊できるキャンペーンがですね今開始されているわけなんですよね。ですのでこの動画見られている方でですね今後宿泊予定のある方、もしくはですね予約を保有されている方はですね必要ポイントはね減ってないからねぜひね確認していただきたいなというふうに思っております。まずキャンペーンの詳細ですね、予約期間が2021年の2月の21日までっていうふうになっておりまして、宿泊期間が2021年の9月の30日まで、
こちらはエントリー不要というふうになっておりまして、対象日はオフピークの設定日というふうになっておりまして、こちらねホテルによって異なりますので、オフピークがね設定されているところであれば、オフピークよりねさらに低いね必要ポイントで宿泊できるといった形になっております。で、対象ホテルについてなんですけども、こちらはですね全ホテルが対象ではなくてですね、対象ホテルのみというふうになりますので、この点をね覚えておいてください。でですね、本来のポイント宿泊でね必要なポイントっていうのはねこんな感じになるわけなんですけども、今回のねキャンペーンの必要ポイントはねこんな感じになるんですよね。かなりすごくないですかね。まあカテゴリー8のホテルでも6万3000ポイントでね宿泊することができるっていった形になってるんですよね。かなりすごいですよね。カテゴリー8のホテルはですね、本来7万ポイントからピークだと10万ポイントでね宿泊するホテルが、今回のキャンペーンのね対象であればですね6万3000ポイントでね宿泊できるっていった感じになるんですよね。かなりねお得なキャンペーンですよね。それでは次に対象ホテルに関してなんですけども、こちらね徐々にね対象ホテルになってきているホテルもね中にはあるそうなので、私がね2021年の1月12日現在で調べた結果はこんな感じになっておりまして、ザ・プリンスギャラリーであったり、リッツ東京、ウェスティン東京、セントレイズ大阪といった感じで、まあ、こんな感じでね利用することができますんで、まあ、全部はねちょっと読み上げませんけども、かなりねお得に利用できるんですよね。中でも最近ねすごい評判がいいメズム東京であったり、三井京都もですね今回のキャンペーン対象といった形になっておりますんで、もしねポイント宿泊ね予定されている方であればですね、ぜひね検索ねしてみていただきたいなというふうに思います。いかがだったでしょうか。今回ですね2021年のマリオットボンボンホテルのねステータスに関して発表されたわけなんですけども、ステータス獲得ね2021年に関してはかなりねハードル下げてきたなっていう感じですよね。マリオットボンボンホテルのねステータス獲得されたい方はですね、かなりねお得に利用できるのではないのかなっていうふうに思っております。またですね2020年以前にですねスピージアメックスね発行されている方はかなりねステータス獲得しやすくなっているかなというふうに思っておりますので、今現在ねプラチナステータスマッチっていうのが行われているわけなんですけども、普通にねプラチナステータス獲得するともねハードルね下がってきていますので、こちらを狙うのもですね一つの手かなというふうに思っております。というのも SPG アメックスクレジットカードはですね、クレジットカードね更新するときに5泊のね宿泊実績がもらえますよね。でさらに今回の発表で SPG アメックスね保有されている方はゴールドステータスっていう風になりますので、今回発表された特別対応で13泊のね宿泊実績がもらえるっていう形になりますので、合計ね18泊のね宿泊実績がもらえるわけなんですよね。ですので残りね32泊でプラチナステータスね獲得できるわけなんですけども、今回の宿泊実績2倍のねキャンペーンを利用すると16泊でですねプラチナステータスね獲得することができますので、ステータスマッチよりかはですね1泊多い、またね滞在中はねゴールドステータスになってしまうわけなんですけども、マリオットボムでねステータスマッチに関してはですね他のホテルステータスが必要っていうふうになりますんで、まあ、ヒルトンのねステータスマッチを利用すればですね簡単な部分ではあるわけなんですけども、そこはねちょっと面倒くさいなって思われる方であればですね、今回の宿泊実績2倍のキャンペーンね利用してプラチナステータスね狙うのも悪くないのかなっていうふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マイルとボンボンホテル、ヒルトンホテルことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。